あ、バレてるね。これバレてる系ね。バレてる系か。とりあえずこっちに投げてみようか。どうあっち行ってる。バンっつった。お前まだそこにいる。どうしようかな。やり合うべきなのか。あ、生きてる。ごめんなさい。よいしょ。これもでもノイズメーカー動いてるから。よいしょ。あ、ちょい落ち着いてください。いきなり脳筋状態になっちゃった。意外となんとかなるな。追ってはいないな。大丈夫か。ショットガン弾ないか。あるね。オッケー。ちょっとこれメディキットもう一本使っておこうか。ちょっと怖いですもんね。でメディキットまだ作れるから作っておいて、で反応はないね。よし、いける。ひょっとして脳筋プレイも視野に入れるべきなのか。この状況、確か前回ここで死んだ気がする。足音とかの反応ないな。あそこにいる。撃ってる。2人いる。どうしよう。これ先制攻撃した方がいいのかなって言ってたら食らってる。どっから撃ってる。どっから撃ってきてる。これよ、あそこか。おいしょい。すげえいっぱいいるな。無理かな。さすがにだー。無理か。さすがに無理か。うー、結構あれですね、範囲広いですね。やっぱさすがに脳筋はきつそうですね。なんとかスネークしていきたいところ。いやー、長時間って言ってるから、これなんとか早めに終わらせろってことなんだろうな。ここ裏を返せば頑張ろう。よいしょ。スモーク、確かに段ボールね。ダンボールどっかに落ちてるからな、これ。そう、アイテムこれ多分ガンガン出し落ち見しない方が良さそうですね。よいしょ。OK。はい。さて、CQC はね、さすがにエンジニアには厳しいんじゃないかな。と思いますけど、あ、ここに配電システムがあるね。配電システム、なんだ。なんかできるかな、これ。カメラとりあえず切っておいて、空調も切ろう。その方が多分霞が出るはず。で、ドアをつけておいて。瓶とかレンガとかね、投げて陽動はしたいですね。あ、いいね、もう食ってるね。この曇りはこっちにとって有利に働いてくれるんじゃないか。よし。あ、クシュン入ってます。マイク入ってます、クシュン。よいしょ。あ、環境音です。環境音。どっちだ。こっちでいいか。いいのか。本当にいいのか。おお、ごめんなさい。今すっげえなんかふなっしーみたいな声出したけど、どうした。キャーっつってたけど、どうした。すげえ世紀末感漂う声出たけど、
これ絶対聞こえてるよね。おー、びっくりした。結論ハンマー最強ということでよろしいか。よ、うん、さてとりあえずどっかにノイズメーカーを投げてみたい。この辺どう？どうかな？あっち行ってくれてるかな？ああ、そこいるんだね。邪魔な位置で止まってんな、お兄さん。これ許されないかな。あ、だ、お前急にこっち向くのやめてよ。うっそー。これきつい、あ、もうこれきついな、これきついな。隠れるポイントないかな。よっ。いる？いる？いる？さて、あー、すげえいる、すげえいる。よっ、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 すげえいる。さすがに無理、さすがに無理、さすがに無理。うーむ、爆弾とかやっぱガンガン使ってみましょうか。そうだな、やっぱ怠慢じゃないと。今のはフォースが足りない。なるほど、フォースか。フォースの力を信じるしかねえな。これはインジェクター OK。 よし、フォースの力を信じるのじゃ。よっ、よっ、どこだ、ここか。よっ、ほ、はい。あ、スターウォーズバトルフロントはちょっとだけやりました。ちょっとだけやって、なんかまだやってるんですかね、あれ。よいしょ。あ、いつも左、あの着地点が違う。よいしょ。はい、やりましたけど、あのご存知の通り望月さん英語喋れる人じゃないので、意外とルールを把握するのに時間がかかり、まあなんとなくでやって楽しんだって感じです。まだ本当に触りだけやった感じですね。結構字幕欲しいなっていう感じでした。あのルールがなんかオンラインだと、オンラインというか対戦系だと2つあるのかな。なんか片っぽの方はまあよくある感じのやつだったんですけど、もう片っぽは結構ルールの把握に、ああこんな感じかみたいな感じでした。時間かかる系でした。よし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 。見えてない、見えてないよね、見えてないよ。あーやべえ、ちょっと喋ってるってことはバレてるってことなのか。バレてないか。よし、いかんせん相手の視界の距離が分かりづらいな。あ、ちゃ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 、熱い。どうしたもんか。撃ってる？撃ってきてるよねこれ。ちょちょちょ、きついな。よいしょ。でショットガン持ってる。どっち向かってる？あっち行ってるね、あっち行ってるね。よし、で、あっち行ってるからこの間にこっちからこっちに進んで、で、一応ノイズメーカーをあっちぐらいに投げてみて、で、極力光線は避けたいという理由から今ノイズメーカーで、こっち向かって、でこっちにも多分いっぱいいるから、多分じゃなくてもう分かってんだけどいるから、
よっ、ラッチ向かせて、でこっち行って、どうよどうよ、バレてないかな、これいいんじゃない、いいんじゃないですか、これ多分こっちにまだいるかな、よさげよさげよさげ、よし。で、確かセーブポイントが、そう、このフロッピーのやつだから、こっちだね。で、ポンつったな、ポンつったな。いる？大丈夫か？上にいるのかな？愛しの音が聞こえている。愛しの音が聞こえているが、あった！イエス、イエス、イエス、イエス。ふぅ、給水します。よし、済んだ済んだ、よし、オッケー、行こう。多分これ中継地点的なやつだな。また地って言ってる人いるし、ド S の人多いな。で、武器のリロード？リロード？リロード？ショットガンはね、あれですよ、4発なんですよ多分。で、俺知らないうちにド M キャラになってるけど、いつの間に、どこ情報よそれ。あ、これあれだ、懐かしのグリグリだー。これ、あれ、これリカルド、これリカちゃんだよね。よしよしよし、認証データが残ったまま。There's an observatory near the Consulate, right? Yeah. We should be able to find the torrent coordinates using that. I'll get the dolphin. 観測室を探す、了解。ていうか、お前意外と警備隊の近くにいるけど大丈夫？あ、いたいたいた。こっちから行くのね。OK。で、センサーに反応はない。しかし、あんなにいっぱいうろうろしてるってことは、少なくともこの辺に先輩はいないっつうことだな。ですよね、いたら今頃血の海になってるはずですからね。そう、マーローはね、悪いやつかと思ったら、実は考え方がちょっとあれなだけで、悪いやつじゃなかったんですよ。どうなんだろう。さて、一体これは、確かに緊張状態続いて寝てなさそう。これ確かに本編中何時間ぐらい経ってるんだろうね。こっちか。で、セーブ。はい、セーブセーブ、こまめなセーブ。よいしょ。で、お、今から仕事の人。